ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、宇宙にはたくさん惑星があるじゃない？そうだな。それがどうかしたのか？地球みたいな惑星があれば、そこに未確認生物が住んでいるかもしれないじゃない。未確認生物は置いておいて、地球とそっくりの惑星はあるぞ。そうなの？今日はその地球とそっくりな惑星、ケプラー 1649C について解説するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。ケプラー 1649C の説明をする前に、生命が住むことのできる条件について説明するぜ。酸素と水があればいいんじゃないの？それだけじゃダメだ。安定した公転軌道、十分な質量、自転速度が遅すぎないこと、4元素が揃っていること。この4つの条件をクリアしないと生物は生きていけないんだ。一つずつ説明してほしいわ。そのつもりだぜ。まず、安定した公転軌道だが、公転軌道とは恒星を中心に回る軌道のことだ。太陽系にある惑星、水星、小惑星、人工衛星はこの軌道を描いている。へえ、安定した公転軌道じゃないと住むことができないの？ああ、私たちが地球で生活できているのは、地球が安定した公転軌道を描いているからなんだぜ。知らなかったわ。公転軌道が安定していないとどうなるの？公転軌道が不安定だと、太陽の光を受けられない場所が発生してしまう。太陽の光を受けないと、気温はマイナス200度まで下がってしまうんだ。マイナス200度？とてもじゃないけど生命は生きることができないね。そして不安定な軌道を描くと、太陽に近づいてしまうかもしれない。太陽は一番温度が低いところでも、5504度だと言われているんだぜ。そんなに暑かったら水どころか、生命まで炭になって消えちゃうわ。その通りだ。地球と太陽はおよそ1億4960km 離れている。だから地球は生命が住むのに適した気温なんだ。なるほど。公転軌道が安定しているのはとても大事なことなのね。二つ目の条件は十分な質量があることだぜ。十分な質量って言われても、よくわからないわ。私たち人間や動物が呼吸をするために、そして植物たちが育つためには、地球を包む大気の存在はなくてはならない存在だよな。それはそうね。呼吸しないと生きられないもの。だから地球に代わる惑星も、生命活動のための大気を十分に含んでいられる質量を有している必要がある。大気と質量には関係性があるの？ああ。質量の小さい星では大気を保持することができず、宇宙空間へと流れていってしまうんだ。身近な例で言えば、地球の質量の 5% ほどしかない水星は、大気がほとんどないんだぜ。そうだったんだね。反対に質量の大きすぎる星では大気の量が多くなりすぎる。木星みたいなガス惑星になってしまうということだな。なるほど。だから十分な質量があるちょうどいい星じゃないと、生命は生きられないのね。そういうことだな。さらに、それだけではなく、十分な質量を有している惑星の中心核には、恒星風から惑星を守るための鉄が多く含まれている可能性が高いと言われているぜ。恒星風って何？恒星風とは恒星から吹き出されるガスの流れのことで、この恒星風は磁気嵐の発生源となっている。磁気嵐の発生は電波障害や人工衛星の故障原因となるんだぜ。厄介な風ね。でもどうして鉄が多く含まれていると、恒星風から守ることができるの？鉄を多く含んだ惑星であれば恒星風からの影響を防ぐ壁となる、磁気圏を生み出すことができるんだ。この点からも生命が住むには、惑星の質量は十分にあった方がいいと言えるな。納得の理由だったわ。そして三つ目は自転速度が遅すぎないことだが、自転速度とは何かわかるか？さっぱりわからないわ。自転速度が遅くなると一日が長くなる。それだけ聞くと一日24時間じゃ足りないという人は喜びそうだが、それは良いことじゃないんだぜ。なんで？24時間以上あればたくさん眠れて、たくさん遊べるのに、自転速度が遅くなると、生命は生きていけなくなるかもしれないんだぜ。自転速度が遅くてもあんまり問題ないように思えるけど？いや、自転速度が遅いと極端に酸素が薄くなる場所ができる可能性があるんだ。それはかなり困るわね。毎日酸素ボンベを背負って生活するなんて、気が抜けなくて嫌だわ。それに自転速度が遅いと、大量の放射線や紫外線が降ってくるかもしれないんだぜ。紫外線や放射線まで絡んでくるなんて、自転速度が遅い星には住めないわね。そして最後の条件、4元素の存在についてだが、4元素とは何か答えられるか？酸素くらいしか知らないわ。4元素は酸素、炭素、水素、窒素のことだぜ。これらは生体元素と呼ばれる元素群の中にも含まれていて、大気、生物、地球を作る上ではなくてはならない存在となっているんだ。生物だけじゃないの？ああ。この4元素がなければ、星に住むことどころか生命が誕生することもありえない。公転軌道、質量、自転速度、4元素が大事な理由が理解できたわ。理解してもらえたところで、
本題のケプラー 1649C について紹介するぜ。よろしくお願いするわ。2009年、NASA が太陽系外の惑星を探すためにケプラーという望遠鏡を打ち上げたんだ。ケプラー探索機は2018年に燃料切れを起こしたが、9年の間に2662個の惑星を発見した。9年で2662個の惑星を発見するなんてすごいわ。ケプラー 1649C という名前について知りたいか？せっかくなら知っておきたいわね。まず、探査機が見つけた恒星は、発見された順に番号が振り分けられる。そしてその発見された各恒星の周りを公転する惑星には、エイジが振られるんだ。じゃあケプラー1649には A と B もあるの？そういうことだ。それでケプラー探査機で行った惑星の探査方法だが、これはトランジット法という手法が用いられたんだが、聞き覚えはないよな？もちろんよ。私が知っているはずないでしょう。威張るんじゃない。トランジット法とは、惑星が恒星の前を通るとき、光を遮る際に起きる輝きの変化を利用した測定方法だ。へぇ、影のようなものかしら？そうだな、そう思ってくれていい。でも、そんなに惑星を発見したケプラー探査機が送ってきたデータは、きっと膨大だったでしょう？ああ。だからコンピュータでデータを自動解析した。その結果、コンピューターはケプラー 1649C のことを、惑星ではないと判定したんだぜ。コンピューターのくせに全然優秀じゃないわね。そう言ってやるなよ。もちろん研究者たちは自動解析にも誤りがあることを把握していたから、惑星ではないと判定されたものは自分たちで精査したんだぜ。そのおかげでケプラー 1649C を発見できたのね。やっぱり最後は人が確認しないと。では、そのケプラー 1649C の特徴を解説するぜ。どんな特徴があるのか楽しみだわ。地球とそっくりなら、未確認生命体がいる可能性大ね。期待を裏切るようで悪いが、実はケプラー 1649C について分かっていることは少ないんだぜ。じゃあ、どんなところが地球と似ているの？まず、ケプラー 1649C は地球から約300光年ほど離れた場所に存在している。天の川銀河から一番近いアンドロメダ銀河は約230万光年離れているが、そう考えるとすごく近い場所にあると思わないか？ええ、ご近所さんと言っても差し支えないわね。霊夢、1光年は約9兆5千億キロメートルだぞ。新幹線が時速 300km だから、新幹線を使っても、1光年を進むには約361万年かかる。その300倍ってことは、全然ご近所さんじゃなかったわ。そんな場所にあるケプラー 1649C だが、直径は地球の 1.06 倍だと計算されているぜ。地球とほぼ同じ大きさなのね。それなら温度も似ているのかしら？ケプラー 1649C の平行温度はマイナス59度からマイナス39度だ。地球の平行温度はマイナス18度だから、平行温度も似ていると言っていいだろう。平行温度って何？平均温度とは違うの？平行温度とは、大気などの影響を考慮しない場合の理論的な温度だぜ。地球が太陽から受ける熱を地球の地表面積で割って求める、理論値だと思ってくれ。それはわかったけど、地球はもっと暖かい環境でしょ？どうやってこの暖かさを維持しているの？大気のおかげだぜ。大気には熱を閉じ込める働きがあるから、平行温度よりも暖かいんだ。それならケプラー 1649C にも大気があれば地球と同じくらいの気温になるってことね。ケプラー 1649C に大気があれば、そういうことになるな。他にはどんなことがわかっているのかしら？公転周期が約 19.5 日だという計算結果が出ているぜ。この計算はケプラー 1649C を地球と見立てた場合に、太陽の周りを 19.5 日で一周しているってことだ。ってことは、1年が 19.5 日しかないの？ 1 ヶ月経たずに誕生日が来ちゃうわ。誕生日の心配かよ。あと、ケプラー 1649C には水があると考えられているぜ。宇宙で水がある惑星なんてとっても貴重じゃない。水がある惑星はこれまでもいくつか発見されているぜ。お隣の火星にも水はあるしな。火星にあるってことは、水星にもあるのかな？水って文字だけで判断しただろ。水星は太陽に近く、温度は高いところで約430度だぞ。それじゃ水は蒸発してしまうわね。だろ？そう思われていたが、水星でも水は発見された。私の心をもてあそばないでほしいわ。すまんすまん。実はプエルトリコのアレシボ天文台のレーダー観測にて、水星の常に影になっている部分に氷が発見されたんだぜ。火星にも水星にも水があるなら、水がある惑星は珍しくないのかしら。いや、水の存在を確認された惑星では、水は凍っていて液体の状態ではないんだ。火星の氷なんかは近くに閉じ込められた状態で存在しているしな。ケプラー 1649C に存在している水は液体なの？そうだ。しかも、その液体の水は地表に存在している可能性があるんだぜ。すごいわ。地球にとっての海みたいなものね。
サイズや温度だけではなく、液体の水が発見されたのは、ケプラー 1649C が初めてなんだ。もうケプラー 1649C は地球と呼んでもいいんじゃない？そう呼びましょう。まだわかっていない部分も多いから、それは言い過ぎかもしれないがな。やっぱり、ケプラー 1649C には生命体がいるんじゃないかしら。そう思うのは無理ないが、その存在については否定的な意見が多いんだぜ。どうして？こんなに地球に似ているのに。まず、霊夢は生命体についてどんなイメージを持っている？イメージと言われても、地球にいる生き物のことしか思い浮かばないわ。人間、動物、昆虫にお花とか。霊夢が挙げたものを生命体とすると、その生命体が生きるために必要なものは説明しただろう？うん。公転軌道、質量、自転速度、四元素よね。それで、ケプラー 1649C の構成、ケプラー 1649 は赤色矮星と呼ばれる種類なんだ。赤色矮星って？恒星は核融合によってエネルギーを生成し、エネルギー放射の程度で恒星の色が変わる。赤色矮星は太陽に比べると温度が低く、暗いんだぜ。なんだか少し聞いたことがあるわね。それだけじゃなく、赤色矮星は活発なフレア活動を起こすんだ。フレア活動の有無は生命体にとって重要な点になる。フレア活動って、太陽フレアみたいな爆発のこと？そうだぜ。数分から数時間でとんでもないエネルギーを放出する現象のことだ。それが重要なことなの？ああ、恒星から吹き出した磁気エネルギーは、熱や粒子加速エネルギーに変換される。フレア活動で生命体がいるかどうかわかるの？ケプラー 1649C の公転周期が 19.5 日と短いことは話したよな。ええ、公転周期が短いのは、恒星と惑星の距離が近いからよね？ああ、恒星に近いということは、フレア活動の影響を強く受けることになる。フレア活動のせいで生命体が生まれる可能性は、ぐんと下がると考えられているんだぜ。じゃあ、ケプラー 1649C に生命体がいる可能性はないのね。300光年先にある惑星だからデータも少ない。だからこれは仮説に過ぎないけどな。これだけ地球に似ているんですもの。諦めたくないわ。そうだな。早く解明が進むことを祈るが、他にも懸念する点はあるんだぜ。まだあるの？ケプラー 1649C は自転周期と公転周期が同期している可能性が高いんだ。潮汐ロック状態ってやつだな。どうしてそんな現象が起きているのかしら。この現象が起こる原因としては、地星と惑星の距離が近いことにある。重力の影響を強く受けて、惑星が常に同じ面を地星に向けてしまうんだ。その結果、自転周期と公転周期が同期してしまうのね。身近な例を挙げると月と地球の関係だな。月は地球の重力を強く受けているから、常に同じ面を地球に向けているんだぜ。どこが問題なのかわからないんだけど、ケプラー 1649C の場合、常に同じ面を向けているのは恒星であるケプラー 1649 だ。ケプラー 1649 に同じ面を向け続けているケプラー 1649C の片面は、恒星の光と熱を受けて高温になり、もう片方の面は永遠に光が当たらない極寒な世界になる。生命体が生きるのはちょっと難しいぜ。そういう問題もあったのね。まあ、このことについては諸説ある。昼の面と夜の面の境目であれば、適温になっているとも考えられるしな。ふむふむ、じゃあその境目で生命体が生きている可能性はあるってことね。だから最後まで夢を持っていてほしいんだぜ。わかったわ。他にも地球と似た星は見つかっていないの？大きさだけならティーガーデン C、トラキスト 1F だな。平行気温が近い惑星だと、トラキスト 1D、トイ 700D などが挙げられる。が、どれも一つの条件が似ているだけで、地球と同じ環境を持つとは言えないんだぜ。そう聞くとなおさらケプラー 1649C は奇跡の惑星に感じられるわね。だから発見された時は沸き立ったんだ。ケプラー 1649C のような惑星を見つけられたのは、霊夢の言う通り奇跡みたいなものなんだぞ。私もその場に立ち会ってみたかったわ。こればかりは研究者たちの特権だぜ。ケプラー 1649C、面白い惑星だったわね。確かに地球にかなり似ていると思ったわ。そうだろ？条件は揃っているよな。そうね。もう少し近ければ、本当に見てみたいわ。霊夢が高速を超える宇宙船でも作ってくれ。私には絶対無理よ。これにて本日の解説は終了だ。ご視聴ありがとうございました。